やあ、バトラー。あら、タルンマタラと呼ぶべきかな。バドラでいいわ、今は。どうした？ジャレンドゥ寺院を抑えた者がゴールデンパスの指導者よ。キラットの未来は危うく、私はアミータとサバルの板挟み。二人が揉めるのを見たでしょ。アミータは寺院を破壊したがってる。キラットの女性を解放するためだし、タルンマタラのような古い伝統をなくすためでもあるって。タルンマタラはいいことじゃなかったのか？サバルはそう思ってる。陣を制圧して儀式を行い、私をタルンマタラにする。強くなるためには伝統を大切にしなきゃいけないって。バトラーはどうしたい？キラットを解放したい。でも私には決められないわ。アミータもサバルも互いを認めないから。あなたが頼りなの。キラットに変化をもたらしたあなたにゴールデンパスも従う。でも忘れないで、あなたがジャレンドゥで味方した者が間違いなくゴールデンパスの指導者となる。そしてパガンを倒した後はキラットの支配者になるの。オーケー。どうしたらいいか分かった気がする。ありがとう。ジャレンドゥを破壊するってバドラから聞いた。単に寺院を破壊するんじゃない、みんなにメッセージを送るためなの。キラットの新しい時代、もう過去にとらわれなくていい。タルンマタラがなければサバルの本性があらわになるのよ。遺跡にしがみついてるただの愚か者だって。売り払えそうな貴金属は全て集めてちょうだい。でも寺院そのものは粉々になるまで破壊して。サバル、アミータがジャレンドゥに攻撃を仕掛けるらしい。愚かなメス犬め、パガンだけでも厄介なのに、あの女自分から破壊する気なのか。愛想が尽きた。何があってもジャレンドゥは守る。キラットのために、模範のためにも。寺院を守り、バドラを清め、人々を統一するんだ。
ユマとパガンは長年キラットから略奪し、遺産をジャレンドゥに溜め込んできた。我々のものを軍に奪われないためにも、奴らのボートをまず始末しろ。一隻たりとも逃がすな。それからジーンに仕掛けられた爆弾を解除しろ。だが気づかれたら、タイマーが起動するぞ。爆弾のタイマーが起動したぞ。
敵を探すんだ。やっと見つけた。警報を鳴らせ。エイジ、察知された。爆弾のタイマーが起動したぞ。圧力をかけ続けろ。自虐様を清める。
その子を。サバル、爆弾をすべて解除した。サバル、終わったぞ。よくやった。だが悪い知らせがある。敵の増援がそっちに向かっているという報告が入った。寺院を奪還するつもりだし、もう一戦あるぞ。西から敵が来るわ。ジャレントは安全だ。ああ、キラ様、アミータに先を越されるかと思ったぜ。
あいつはバドラに務めを果たさせまいとしていた。神と人との間に立ちはだかるとはな。その無知が命取りになる。必ず叙任させる。彼女はタルンマタラになる。神よ、もうすぐ自由だ。兄弟、話があるって。礼を言いたかった。今この瞬間があるのもお前のおかげだ。約束する。戦争が終わってもこの恩は一生忘れない。モハンの息子よ、聞け。ゴールデンパスのリーダーは一人でいい。アミータじゃダメだ。見ろ周りを。今必要なのはこれだ。安定、伝統、名誉。だがあの女は俺の邪魔しかしない。砲撃よ。ウトカレシュが砲撃されてる。行け。
エイジ、俺は部下を連れてウトカルシを攻撃している砲台に向かう。それまで持ちこたえてくれ。みんな燃えてるぞ、燃えてる、ガンダ燃えてるぞ、ガンダ燃えてる、あんなにもみんな燃えてるぞ、燃えてる。必要もないのに気まぐれに気になっただけなの。衛兵のせいで天然資源にすら不自由した。ま、助けてくれ、パガンの兵士が来たぞ、殺されてしまう。俺が、ま、エイジ、サバルの命令でウトカルシの防衛に来たわ。東から近づいてくるわ。敵の攻撃は東からだ。拠点を一つ潰したが、まだ2カ所残ってる。まもなく次の砲撃が始まる。覚悟してくれ。敵は大変戦してる。次の攻撃に備えて。敵の攻撃は東からだ。
のドリルドをしないと。了解。いまいましい火の。いいか。いたぞ。行け。キラットに自由を。砲弾が降ってくるぞ。隠れろ。攻撃だ。拠点を制圧した。残りの一箇所を片付ける前に砲撃が始まってしまうだろう。そのつもりでいろ。何とか奮闘中よ。次の攻撃に備えて。一だ、一からの攻撃だ。破壊したぞ。もう安全だ。ウトカルシは安全だ。残ってる部分はバドラが安全ならばそれでいい。あの子さえ生きていれば人々は希望を持てる。この犠牲が無駄ではなかったとみんなに示さなければな。